アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園は、キューバのグアンタナム州とオルギン州にまたがる国立公園である。総面積は714.4平方キロメートル。名前の由来は、ドイツの科学者、アレクサンダー・フォン・フンボルトが1800年から1801年にかけてキューバを訪問したことに由来する。その面積、標高差、岩石学においての複雑さ、地形の多様性、 そして固有な植物賞、動物賞の豊かさが評価され、2001年にユネスコの世界遺産に登録された。国立公園内を流れる河川はカリブ諸島において最大の河川である。この国立公園はキューバで最も多湿なところであるとされ、この湿気が生物多様性を育んできた。この国立公園の面積は陸地面積685.72位。 平方キロメートル及び海域22.63平方キロメートルを含む711.4平方キロメートルである。標高差は海面からエルトールド山頂の1168メートルまである。キューバで確認されている28種類の固有の植物のうちドラセナ属の一種ドラセナキューバンススやポドカルプス属などの一種ポドカルプスエクマンのような 16種類がこの国立公園内で保護されている。オウムメトカゲ類、ハチドリ、キューバソレノドン、フチヤ、カタツムリ類といった動物群がこの国立公園内で確認できる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ラジオハバナ、パルケナシオナル、アレハンドロ・デ・フンボルト。2007年10月10日閲覧。 ありがとうございます。